9、旧甲府西部建物、甲府西部とは、山梨県甲府市にかつて存在した百貨店である。本校では、前身の中込百貨店についても述べる。中込め寮が、甲府市立花町に創業した中込五福店が発祥。戦前は、駅前通りの入り口の東側角地の場所に2階建てコンクリート造りのモダンな建物を構えていたが、 1945年7月の甲府空襲で全焼。その後1948年、株式会社中込百貨店に改装。1951年に山梨県庁舎の南側に木造店舗を建設し、百貨店として本格的な営業を開始した。証券内にはすでに岡島百貨店のほか、1954年に甲府松菱が開業。 さらに1958年には小木の商店が小木のとしてスーパーマーケット業に転換し既存の商店街とともに客の奪い合いとなった。中ゴミ百貨店は各となる百貨店をはじめ12ものスーパーマーケット中ゴミなど3社を運営するなど多角化を進めるが無理な経営がたたりこの頃から資金繰りが悪化する。また、 1969年5月には創業者の中込良が病気で倒れ、代わって1973年には中込徹が社長に就任した。打開策として従来の木造建物を解体し、1973年3月に総工費25億円をかけ、地上8階、地下3階、3階だけ展望台にガラス張りのエレベーターを完備した新店舗。 アーバン中ゴミとして、リニューアルオープン。1974年には、県外資本の大英の進出に先駆け、7月には、西部流通グループの中核会社、声優ストアと提携し、15億円の融資を受けた、上で、西友80%、中ゴミ20%の出資で、株式会社中ゴミ西友を設立。アーバン中ゴミの建物を借りる形で運営した。しかし、 第一次オイルショックがとどめを刺し、1975年3月7日に、株式会社中ゴミ百貨店含む3社が、会社構成法適用を申請し経営破綻。負債総額は38億円。その後中ゴミ百貨店は、運営していたスーパーの全店舗を閉店させるなど、段階的な事業縮小と人員整理を繰り返し、1979年10月2日には、 株式会社中ゴミ百貨店を存続会社として3社が合併。1960年11月に設立された株式会社中ゴミ百貨店不動産部の事業を継承した株式会社中ゴミに社名変更した。アーバン中ゴミの跡地は中ゴミ声優交付店として営業を再開させ、1979年3月には中ゴミ声優から声優へ、 営業場とされ、西友交付西部店として開店した。売り場面積19,222平方メートルと、当時の山梨県の商業施設としては、規模が大きく、西部百貨店のカタログを取り揃え、無印良品が入店するなど、セゾンブランドをふんだんに活かしていた。また、交付西部の開店は、既存店舗に刺激を与え、増殖したばかりの岡島百貨店がさらなる、 増唱計画を立てたほか、山港百貨店が一時閉鎖して、改築を行ったり、小木野が本部を移転して、ファッションビルに転換、大栄交付店も、ディスカウントストアトポスに業態転換するなど影響を与えている。バブル景気の波にも乗り売り上げは順調であったが、バブル崩壊による不況到来と同時に郊外にショッピングセンターが、相次いで開業すると、次第に売り上げが低下。 平和通りに隣接する高立地を何とか生かそうと、GMS 業態のリビンへの転換も模索したものの、慢性的駐車場不足であることと、県庁舎施設に囲まれて、拡張や増床ができないという悪条件が重なり、1998年2月15日を、もって閉店。中込五福店創業以来の歴史に幕を下ろした。甲府西部の南側に位置する、 甲府中央商店街は駅からやや離れており、甲府西部は近くにあったトッポス甲府店と合わせ駅と商店街を結ぶ建物でもあったが、甲府西部に続きトッポス甲府店も翌1999年に閉鎖したことで、その流れが断ち切れてしまい、中心部の空洞化を決定づける要因となってしまった。この頃から中央商店街はシャッターを下ろす店が増え、 さらに大規模小売店舗法に代わり、大規模小売店ポリ地法が成立し、商業調整が除外されたことで、ユニーや伊藤洋華堂の相次ぐ郊外進出が起き、東京へのストロー効果の影響もあり、中央商店街の多くがシャッター通りとなっている。交付西部閉店後は、山梨県が土地を買収し、新庁舎建設の計画を立てたが失われた10年の影響による、 税収減や既存庁舎の耐震工事化への方針転換により建物を取り壊さず一部をパスポートセンターやジョブカフェ、展示場などに改装し県の情報施設やマなし県民情報プラザとしてオープンした。この時上層階及び地下2階以下は改装されず閉鎖となり、またコスト抑制からアーバン中、ゴミ時代からのガラス張りのエレベーターは使用停止となった。 2007年には、大河ドラマ、風林火山のタイアップイベントである、風林火山博の会場として使用されている。しかし、築30年以上が経過し、老朽化が進行したことと山梨県庁舎の集約化を目的に、情報プラザの場所に新庁舎を建てることが決定し、2009年度中に建物は閉鎖され、その後解体された。現在跡地は、 山梨県庁防災新館となっている。ありがとうございます。